はいじゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。答えが10を超える割り算についてやっていきましょう。前回割り算始めましてでしたよね。みんなできるようになったでしょうかで前回勉強した知識を使ってちょっと大きな数のね割り算を今回やっていきます。なので一回ね、この時点でできそうっていう方は動画止めてチャレンジしてみてください。ちなみに今回鬼マーク多いからね、気をつけてね。 でちょっとね、見てもらって、まあ、自信ないなとか不安だなと思う方は、今からね、説明していくんで聞いてみてください。では、早速始めていきましょう。で、今回、ポイントの中に穴埋めはないんですが、割り算をする上で、大切なことをみんな覚えておいてください。それが、割り算は大きいくらいから攻めていきます。これ、くらいと言います。大きいくらい。で、くらいっていうのは、数字って、例えば、じゃあ、532って数字がありますよね。 この一番右の2ってところが1の位って言います。ここは10の位そして100の位です。もっと大きな数4532になればここは1000の位という名前があるんですけどつまり左の方がさ数が大きいことを表すよね。だってこれって2でしょこの3っていうのは30の3だよね。30これ500の54000の44000が一番高いからさ。 だから左に行けば行くほど大きいくらいって言うんですけどその左側<え>大きいくらいから割り算やるときは攻めていきますこれをぜひ覚えておいてくださいいいかなちなみに割り算はこれから先4年生5年生みんなが中学生高校生大学生、えー、お仕事するようになってもずっと使っていきますいいかなだから大きい割り算も出てくるんだけどまずは今回、ね、このぐらいをやっていこうと ただですね、これやり方覚えちゃうと、すごく簡単です。すごく簡単。特に前回の割り算ができればもう問題ない。なぜかっていうと、90割る3です。で、先にやり方説明します。かっき9十0 9と0ありますけど、大きいくらいは左側だったよね。つまり、今で言う9です。こっちの方が大きいくらいになってる。こっから攻めていきます。攻めるって何かっていうと、9割る3で考えてください。はい、みんな頑張って。 9 3これは前回やったよね。3の段を考えていって、31が3、32が6、サザンが9。きた。で、つまり、答えは3だから、9÷3 をしたらね。だからこれで OK。で、こっち。まあ残り0が残ってる時は0でいいんですけど、まあちゃんとやると0、0÷3 をすると、0ですよね。だから答え30なんです。これでいいよって。いいかなどんどんやっていきます。 80もまず大きな数。つまり左側から攻める。8÷4。41が4。42が8だよね。つまり答えは2。そこに、まあ0はね、くっつけ、何度も言う。0はくっつけだけでいいんだけど、0÷4 をすると、0だから答えは20です。はい。70÷7。左側は7です。こっちから攻めます。7÷7 は1です。そこに、あとは 0÷7 の0をくっつければ、 これでいいよって。いいかなこれだけです。今回答えが10を超える割り算をやってるから、答えが10を超えるでしょ ?10 より大きい数になってると。まあこれ10ぴったりになってるけどね。で、次。ちょっとレベルが上がります。この段から。46÷2。レベルは上がるんだけど、やることは一緒です。何かっていうと、まず、ちょっとこう色、あの、ごちゃごちゃするよ。左側、4から攻めます。4÷2。こうきます。書こうかな。 4÷2 です。はい。2の段、考えていくと、21が2、22が4。ってことで、2ですよね。だから、その答えを左に書くと。じゃあ、右側行きましょう。6。6÷2 も考えると、6÷2 は2、23が6だから3です。つまり、ここの答えは3。だから、答えは23って。こうやってやるだけです。 だから前回の割り算ができれば、左側をしょ攻めてから右側を攻めればいい。それだけなんで。だからできます。みんなはね。前回の頑張った子は絶対できる。これも行きましょう。左側3、3割る3をすると1。右側9、9割る3をすると3。だから13なんです。で、ここで1個。なんでこの技がこういう風に解けるのかっていうのを覚えてください。これはやり方ね。 覚えるだけでももちろんいいんだけど、なんでこういうことができるか、何をやってんのかっていうのをちょっとね、覚えててほしい。じゃあ、どっちでいこうかな。こっちでいこうか。46÷2。で、これはね、何をやってるかっていうと、分けてるんです。46を。分ける。何に分けるかっていうと、46って、40と6を足したものですよね。この4っていうのは40の4だから。だから、40と6に分けてちょっと縦にしようかな。 6に分けましたとでそれぞれ2で割りましょうってだから 40÷2 をするとまあここでやってきたよねやってきたようにこれは20になるとで 6÷2 をするとこれは3になるだから20と3を最後もう一回くっつけて23になるんだよだから23だよね答えねだからやってるやり方はね普通にこうやって左から攻めて右を攻めるそれで構わないから。 みんなの計算ドリルとかもそれで解けるから、それでいいの。いいんだけど、何をやってるのかなっていうのは、これを40と6に分けて、それぞれ割ってるんだなって。これも30と9。書かせてください。30と9に分けて、それぞれ3で割って、最後くっつけてるんだなっていうのを覚えておいて。いいかな。一、まあ、回一回さ、30に分けて、9に分けてとかしなくていいけどね。 じゃあ8めるぜ。4すると42が8だから2右を攻めましょう4割4をすると1ですよねだから答えは順番に書いて21になりますと。 っていう感じです。鬼マーク以外はこれで終了。ここまでができればみんなの経度とかきっと教科書の問題は解けるようになってるはずなので、もしね、えっと、最初できなかった方とか、まず不安だった方っていうのは、一回動画グッて戻して自分の力で解けるか試してみてください。じゃあここから鬼ゾーン行きましょう。ちょっとね、色ここ青だったね。もう交互にしたかったけど。まあいいか。じゃあここです。600÷3。でもこれはね、まだいけると思う。なぜかっていうと、やること同じだから。だって、600。 数は大きくなりましたけど攻めるのは大きいくらいつまり一番左だよねじゃあ 6÷3 をすると32が6だから2じゃんあとはもう0はさっきと一緒だよね 0÷3 やるだけだから2回やるから200ですねってそうこの,この何百って多分みんながここで教科書に出てこないと思うんだけどこれもできますよって話 だからもっと言うとこれ6,000とかなってもできるからねみんなはね。で次です次。で 30÷2 はですねこれはえっ、ー、とちゃんと割り算を使うよりもなんでこの問題出したかっていうとねこれをねちょっとみんなに覚えてほしいんだ割る ÷2。割る ÷2 って何してるのかなっていうとこれ半分にしてるんだよね。 割る2ってのは全部そう。10割る2っていうのは10。ここに10があります。みんな見えるかなこっちからこっちだごめん。10があります。10を割る2っていうのを半分にシュッって。出ちゃう、出ちゃうけどね。半分にしてる。で、1個分何かなっていうと5だよね。だから10割る2は5になります。だからこれは計算うんぬんじゃなくて30割る2。30っていう数を半分に分けるといくつかなって考えると多分これは 15ってできる子もいると思います。割り算でやる方法後で説明します。いいこのね、割る2っていうのが半分にしてるよねっていうのは覚えておいてください。これすごく大事です。割る2は半分にしてる。だって2で分けるんだもん。2人で分けるっていうんだから半分個でしょ。いいかなさっ さあです。これです。7 2る3です。えー、ここに関しては本当に今できなくても大丈夫です。大丈夫なんですけど、この分けるっていう考え方が使えるといける子も出てくるはず。じゃあまず行きましょう。攻めるのは大きいくらいからです。だから7から攻めていきます。ただ、ここで問題なのが3の段を考えるんだよね。31が3。32が6。サザンが9。7にならないんだよね。 今までずっとぴったりになってきた。ここはなるんだ。教科書の問題もなるんだけど、ならない。でならないときどう考えるかっていうと、サザンが9まで行っちゃうとさ、いや、7超えちゃってるじゃん。だからダメなので、超えるギリギリを考えます。つまり、3、2が6です。6だったら7よりは超えてないよね。で、それをまず答えで書くんです。2。 でも、6しかいらなかったんだよ。それで何が言いたいかっていうと、つまり、60を使ってるんです。いい ?32 が6の2を使うことによって、6まで。つまり、60までは、この割り算、今2で使いました。つまり、20だからね。じゃあ、72を、60と、これは今、60ぴったり使いたいからさ、何に分ければいいかなって考えると、残りは12だよね。 72は60と12に分けることができます。だから60は今割り算で使ったからもう OK。じゃあもう一回。12を3で割りましょう。これはみんなできるからね。3、1が3、3、2が6、サザン学、3、4だね。4、12。ぴったりになったね。だからここに4を書いて24っていう風になります。 ちなみに、これは割り算の筆算っていう、あのね、ちゃんとね、計算のやり方があって、それで後で出てくる、出てくるから、本当に今ここでできなくてもいいんだけど、この分けるっていう考え方をもう一回ちょっとね、あの、覚えてほしくって、わざと出しました。だから、この3 0る2っていうのも、左側が3じゃんか。だけど、21が2まではいいんだけど、23が6、あ、ごめんなさい、22 <laughs> が4で超えちゃうから、1までしか使えないんだよね。で、21が2って言ってるから、この30を、 20と何かに分けたい。で、今20と10に分けられるよね。30っていうのは。で、2、1が2の時に20は使ったから、あと残りが10。10を2で割ると5になる。つまり、1と5が並ぶから15だよねっていう。普通にやるとね、割とやるとこうなります。ただ、ここの問題はそれがね、言いたかったんじゃなくて、割る2っていうのを半分にしてるよって。 いうのをね、ちょっと覚えてほしかった。他の問題でもあるけどね、46÷2 っていうのは46を半分にしてるから23になるんだよっていうのもぜひ覚えておいてください。ちょっとね、今回鬼が多かったんでね、あの難しそうに感じたかもしれませんが、何度も言うけど、鬼マークは私がやりたくてやってるだけなので、鬼以外6番までができるようになってれば、みんなの教科書とか、えっと、経度に関しては問題なく解けますので、まずは6番までしっかりね、覚えてもらえたらと思います。 では、今回はね、答えが10を超える割り算やらせてもらいました。次回は文章問題です。飴が何個あります何人で分けるときは1人何個でしょうみたいなね、問題やっていきますので、ぜひね、次回も見てみてください。それでは、今回の授業は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイお疲れ様でした